森関西帝市、京都市中京区室町通り二条下る東側、猫と果物、森関西明治27年6月2日は、日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家。本生は石田。陽名は光吉、後正太郎。意味名は光宿。字は仕様、または神中。関西は郷で、別郷に桃形。 万山、増加室、展開図画廊。森狙い線、森鉄山、森一方、関西と続く森派の絵師。若い頃は上位運動に熱中したのとは裏腹に、恩和で上手的な画風で、明治の王挙と評された。長州藩士、石田伝内同姓の三男として生まれる。父同姓は藩の文献帳などに、長なく家督を継いだ長兄は、 金六県根町に九六枚一国八都とあることから、尾六の下級藩士だったようだ。出生地は、萩の岩島とされ、現在、増生増位、森関西誕生地石踏みが建てられているが、豊富性短説もある。1825年12歳の時、萩浜崎の満腹寺の寺侍で、作風から演算派に影響を受けた、大田流について、絵を習う。 1831年18歳の時、大阪倉屋敷の建士駅となった戸田黒左門に従って、上坂、森鉄山の門に入る。しかし、一年も経たないうちに戸田が病気にかかってので、関西も戸田と共に帰京する。1838年再び上坂するが、鉄山はその頃京都にいたので、上落し再入門を果たす。 1840年史鉄山は史上派に押され、衰退に向かっていた演山派を再興するため、表向きは鉄山の実種として、実際は一方の弟として鉄山の養子となった。翌年、鉄山が亡くなると一時京都を離れ、四国や中国地方を有歴し、この頃から南岸の画風も身につけ始めたという、幕末の正常不安が起こると、 長州人の関西も家中へ飛び込んでいく。絵師としての身分や、表向き、鉄山の実施だったのを隠れ蓑のに、自宅を勤労志士たちの密会の場にしたという。その中には、山形有友や品川や次郎などもおり、特に、品川との交流はその後も長く続き、品川から関西へ宛てた手紙が多く残っている。また、北垣国道は、幾野の変後に、長州に潜伏中。 館長と間違えられ、首を跳ねられそうになるも、たまたま通りがかった関西の鳥なしによって生き延びた。北垣はこれを深く感謝し、後年になっても認知先からしばしば酒を送っている。関西自身も京都の様子を伝えるため、何度も長州と京都を往復し、一時は新選組の関三十郎からも命を狙われたという。とはいえ、完全に絵筆を捨てたわけではなかった。 1855年の御所造営でに一方と共に参加し、関西は常御殿の杉戸絵に、貴巨来、石壁を描き、各地でこの頃の作品が確認されている。例えば鉄山が、ベイリエ氏を務めていた、コンピラ神社との関係を引き継いでしばしば訪れ、王居の障壁画などを補修しつつ、そのガニを学ぶ。また数度にわたって、倉敷の祖法家萩の家を訪ねており、 同じ倉敷にあるの崎家営業歴史館に関西の作品が数十点所蔵されている。こうした活躍からか、1865年萩はぎ藩には25票で、飯抱かかえられ藩の御用絵師となるが、1870年へに、専念するため、商店返上希少願いを藩に提出。藩はこれを認めて恩典に、金百両を送り、関西はお抱かかえ絵師の身分を離れて上洛する。 明治以降は、京都に永住し、幕末期に志士と共に国事に奔走した面影はなく、悠々と、江山米の生活を送る。塩川文林らと女運者に参加、文林没後、同社及び、京都画壇の中心的存在となる。内国官僚博覧会など、各種博覧会にも数多く出品し、しばしば高い賞を受けた。1880年京都府が学校設立に、 伴って出資となり、2年後には実際に科学講座を担当している。1890年10月2日には提出議原因を拝命。1894年前年に患った肺炎が再発し、室町2条の自宅で没する。去年81。墓所は生漢寺療前長新僧墓地死に伴い、 京都美術協会雑誌は、今これの明治の王居を失いたるを悼むと、その詩を送った。王居以後の演算派は、対象の形を写し取ることにとらわれ、次第に形外化していった。そこで関西は、南画を手本に染みやかすれといった墨の多彩な表現を、取り入れた画種に富む筆法を追求し、単なる写生にとどまらない、臨場感がある表現を追求した。怖なく、弟子の森友山。 森直義、森正恩を養子にした。門下に野村文居、山本春居、岩島二次市、奥田二州赤らがいる。1928年、聖語医を追造された。ありがとうございます。